ベンローズは、バラク・オバマ米国大統領の副補佐官であり、イランに対する行動についての包括的、共同産業計画の顧問である。2009年から、オバマ大統領の外交政策担当のスピーチライターをしている。テキサス州出身の聖公会の父親と、ニューヨーク出身のユダヤ人の母の間の息子として、ニューヨークのマンハッタンのアッパーイーストサイドに生まれる。 大学に進学し、卒業1996年に卒業。その後、英語で政治学を専攻し、ライス大学に進学し、ファイベータカッパクラブ、成績優秀な大学生、卒業生からなる、米国最古で最も有名なギリシャ文字クラブ、会員として2000年に卒業。その後ニューヨークに戻って、2002年にニューヨーク大学を卒業。 1997年の夏には、ローズは、ルディ・ジュリアーニ市長の選挙運動に参加し、2001年の夏に、ダイアナ・レーナのニューヨーク市議会の選挙運動に参加2002年には、ローズは、外交政策編3社、ジェームス・ギブニーによって、スピーチライターを探していたリー・ハミルトン上院議員と、ウィルソン国際センターの取締役に紹介される。 ハミルトン上院議員のアシスタントとして、イラク研究グループ報告書と旧11委員会の韓国草案の作成に5年間従事する。2007年には2008年大統領選のオーバーマのスピーチライターとして活動を始める。ロードスはオーバーマ大統領の2009年の回路演説、新たな始まりを作成。ローズはエジプトの指導者ムバラクへの指示を撤回を オバマ氏に進言し、2011年のアラブの春の際の重要なアドバイザーとなる。2011年には、タイム氏の影響力のある若手専門家のリスト40アンダー42、ランクイン。エアフォースワンでスピーチを編纂するバラク、オバマ大統領とローズ・バーバラボクサー上院議員の外交政策チーフアドバイザーを務めるアンノリスト、結婚。兄のデビッド・ローズは、 CBS ニュースの社長を務める、ありがとうございます。